サルマン国王陛下、ムハンマド皇太子殿下と会談を行い、緊迫する中東情勢について詳細かつ率直な意見交換を行いました。事態のさらなる悪化を避けなければなりません。関係国の自制的な対応により緊張緩和の動きが見られる。この機会を生かして地域のさまざまな問題について平和的な、そして対応を通じた解決に向けた機運を醸成していくことが重要であります。これまでの中東との友好関係の上に、こうした日本ならではの粘り強い外交努力を続けていきたいと考えています。